モンスターハンターライズサンブレイクでの狩猟生活楽しんでくれているようで何よ。過酷に楽しんでいます。カイレン先生が今回は私王国騎士フィオレーネが諸君への新たな情報を預かってはせさんじたぞ。まずは最新のプロモーション映像スタートだ。何これだろう。いや、いきなり来るでしょ、特殊個体のやつ。え、ケリュ？ん？ケリュじゃない、密林？さあ、任務開始だ。あ、盟友関係だ。おお。あ、すげえ盟友。え、怪盗級ができるようになったの？怪盗、あー、やっぱクシャだ。ちょっとサビくしゃみがある。すごい。あ、いや、手をくるよね。なんか白髪生えてる。白い。ちょっと七っぽいな。あっ、ヒーロー。チャナスの開国区。ちょっと待って。情報量がすごすぎて。すごいね。EX7。開花モンスターあんな増えたの？チャナスとか、エンサマガサとかな、ちょっと、情報量が多すぎて。かわいい、なにこれ。ダンナースは？どれだ？あ、これ双剣か。結構いろんな種類あるくない？コートとかある。いいね、有料コンテンツ。あ、ちょっと特殊個体まだ来てないぞ。ステンガー足。これ足跡か。コントゴアもしかして。あ、コントゴアだ。お前うずいてたもんな、その左頭のところ。おお、結構変わってる。破壊構成普通になってる。シャガルとかと同様。クソ広。おお、ちょっとか、コントンゴアさっき言ってなかったからびっくりした。コントンゴア来たやん。おお、今回も魅力的なアップデートになりそうだ。え、待って、期待が高まるな。無料タイトルアップデート第3弾バージョン13の配信は11月24日明日かなとか思ったりしたけど、それではさすがに1週間後か。バージョン13で追加されるコンテンツの情報をじっくりと見ていこうじゃないか。はい、コリューで固めてきたね。バージョン13での追加モンスターは3体だな。混沌にうめくゴアマガラ、怪異克服、混沌はまんまでさ、怪異克服、クシャもオレンジかかったけど手を結構変わったくない、いずれも手強い相手だ。あの混沌にうめくゴアマガラに怪異克服した古竜が2体。いずれにせよ激しいクエストになるぞ。諸君、よく寝てよく食べて今から準備を整えておこう。大事だね。先生みたいじゃん、フィオレーさん。ゴアマガラは通常脱皮を繰り返すことで生体である古竜シャガルマガラへと成長するんだが、脱皮の過程で成長に失敗し異形へと落ちてしまった個体を混沌にうめくゴアマガラと呼んでいる。そうだね、ちょっとかわいそうな個体なんだよね。なかったためかゴアマガラとシャガルマガラ両方の特徴を合わせ持つ攻撃が確認されている。やばすぎ。時折見せる不満の表情が、今度拘束された瞬間にビーム打たれた。ながら辛いところだな。結構ワンパンな匂いがするな。新たな古竜が発見された。怪異克服を果たしたのはテオテスカトルとクシャルダオラ。2体とも通常個体とは異なる禍々しい姿だな。しかも怒りが頂点に達すると怪奇な動状態に移行し、未知の恐ろしい攻撃を繰り出してくる。ナナテスが若干混じってるような印象あるな。危険極まりない相手だ。これすごい。これ混沌にうめくゴアマガラはメルゼナがさ下にブレス入った時のやつの拡張版みたいな。怪異克服テオテスカトルと怪異克服クシャルダオラはマスターランク120以上で受注できるぞ。あれ、ナスチは110だっけ、120だっけ。その強さは脅威となるだろうが、
モンスターの素材から作られる新たな武器や防具、研究クエストで流れるように受けるんだね。そして新スキルには期待が持てそうだ。新スキル、あ、そっか。といったところか。それにしても、クシャと手はやっぱ武器なさそうね。ナズチと一緒で、さっきカムラのやつ背負ったな。武器。装備は新しいのいいね。黒いクシャの装備だ。これからもその力を貸してくれ。いや、そういうこういうとこも大事よ。怪異クエストには追加だけじゃないからな。EX 星7が追加されるようだな。あ、ゲコラージャまで入れないか。エンサドヨメクこれやばそう。いや、チャナスさ、あの城塞コーチにも出れるっていうのずっと引っかかってたんだけど、どういうところで出てくるなんだね。怪異等級クエストはレベル200を上限に拡張され、新機能として手持ちのクエストのレベルを上げる調整ができる。200？ あと武器の怪異強化では各強化項目のレベルが拡張され、防具の怪異強化では新たな強化方法が追加になるようだぞ。防御力、スキルか。今安定型にスロットも含まれてなかったかな。お目当てのステータスが出やすくなるかもしれないな。ここ後で見返すわ。今正規琥珀増えてなかった？ですよな。かわいい。そういえば少し話はそれるんだが、諸君は狩猟の時はどの武器を主に使っているかな？僕ガンランス。ここだけの話、私は最近ハンマーに興味を持っていてね。というのも、そのグーグーベアというハンマーがとても愛らしいんだ。わかる。あんな大きくて可愛い武器で狩猟に行ったら、きっと私はずっとニコニコで。あ、いや、なんでもない。私は誇り高き王国騎士だし、そもそも片手剣が一番向いているからな。グーグーベアのように大きくて愛らしくてギュッと抱きしめたくなるような武器を望むのは。めっちゃ眠らせる。だから違う。騎士である私にそのようなものは不似合いなんだ。可愛い武器などいるものか。ノアリアめっちゃカメラ目線で写真バシャバシャ撮ってんじゃん。私には合わないとか言いながらめっちゃ笑顔で写真撮ってんだけど。エルガドの仲間と共にクエストに臨む盟友クエストがバージョン13で拡張されるそうだぞ。何何？仲間にした盟友と共にマスターランクのほぼ全てのクエスト、怪異クエスト、怪異等級クエストに臨むことができるようになる。おお、これは楽しみだな。ね、いいねこれ。連れて行ける盟友は盟友同行クエストを進めていくことで増えていくぞ。もしまだ進めていないのなら盟友同行クエストをクリアして共にクエストに行ける盟友を解放しておくといいだろう。そうだね、これもうやってる人は関係ないか。絆を深めた盟友と共にクエストに挑む。妹ロンディーネの言葉を借りるなら、これぞロマンだな。今までは決まったクエストでしかそれができなかったが、その幅が大きく広がるというのは心強い限りだ。体力さすがにマルチ補正かかったりするのかな。バージョン13でもジェスチャー、スタンプ、追加 BGM、 それにチッチ姫とバハリの追加ボイスやチッチ姫、ヒノエドナの振り切り装備など有料ダウンロードコンテンツが続々と追加されるぞ。さらにいいバージョン12から実装された追加重ね着武器のラインナップが更新されるようだ。これなんすか。モンスターをモチーフとした追加重ね着武器ぬいぐるみシリーズが14武器種で販売開始。やっぱさすがにガンランスもあるよね。各武器単体での購入のほか、お得な14武器種セットでも購入可能。結構種類あるかな。かわいいぬいぐるみ武器を私も持ち歩けるようになるのか。これピオレ姉さんがめっちゃ得してるアップデじゃねえか。片手剣はなんだ。神王画か。うん、いい感じじゃないか。とても可愛いぞ。ね、このアップデ俺らのためじゃないってこれ。これフィオレネさんのためのアップデだってこれ。楽しみだ。俺らじゃないってターゲット層。これピンポイントすぎだろ。フィオレネさんだけじゃねえかこれ。だけっていうのはあれだ。クエストの配信もめっちゃフィオレネさん刺さってんじゃねえか。装備やスタンプ、ポーズなど楽しい報酬が手に入るから、私も毎回チャレンジしているぞ。さらに無料ダウンロードコンテンツとして。オリジナルキャラクター鏡の追加ボイスが配信されるそうだ。あれか、フゲンの老いとかもいたもんね。我らが王国で諜報部隊をまとめている人物だな。諜報部隊というかっこよ見かけることがほとんどなく話したこともないんだが、
双剣が得意な熱い男だとか、実はカムラの里のうつし教官と知り合いだとか、私も声を聞くのが楽しみだ。ぜひとも手に入れてくれ。モンスターハンターライズサンブレイクはそうだよな、第4弾バージョン13のアップデート以降、2023年にも無料タイトルアップデートを予定しているそうだぞ。言ってたもんね、あれ。2023年冬にバージョン14を配信予定で、ここでは特殊とかでもないんだ。固有種モンスター、強化個体モンスターが追加になるようだ。新しい固有油断は禁物というわけだな。え、で強化さらにまた強化個体増えるぞ。2023年春頃にはバージョン15の配信を予定しているマジでとのことだ。まだ詳しい情報は得ていないが、結構アイツボン並みにアップデモンスターは追加されそうだな、ね、ともあれ諸君、これからもよろしく頼むぞ。第5弾でもまたモンスター追加されるってよ。さあおさらいだ。無料タイトルアップデート第3弾バージョン13は11月24日木曜日に配信予定。ここのコントングアの発行のやつ、昔のモンハン4のイメージイラストのやつだ。そうだ、公式の。今後もモンスターハンターライズサンブレイクの情報を期待して待っていてくれ。いや嬉しいな、結構長期的にアップデート入れてくれるの。また会える日を楽しみにしている。モンスターがどんどん追加されてくる、嬉しいな。さらばだ。提督、提督、ご存知ですか？今度、それはそれは可愛いモンスターのぬいぐるみが武器の重ね着として登場するのです。私が愛用する片手剣はジンオーガでして、これがもう何とも愛らしく。提督こっから小1時間ぐらい話されてそう。これすごい、すごい、フィオレレさん得のアップデっていうのかな。俺得ではあるんだけどさ。ぬいぐるみとかの推しすごかったんだけど。おもろかったな。終わりだね。で、なんだっけな、開花の、どこだっけ、